私は修行をして帰ってきまして、あの手縫いで一枚一枚丁寧に作る学校だったんですけども、家業に戻ったら大型の機械が置いてあって大量生産してるんですよね。で、自分が作りたい畳じゃなかったんですけど、やっぱりこれがまあ仕事なんだなということで妥協してたんですよね。初めて八代に来たのは2006年の3月なんですけども、畳表に関することはもういぐさでできていて、まあ、生産地が熊本でってことは知ってたんですけど、自分が何も知らないでやってたっていうことがきっかけで、もっと勉強したいということで通うようになりました。やっぱり農家さんがどれだけ苦労して作ってるかっていうことを身に染みて分かったっていうところが一番大きな気づきでした。昔からの伝統を守るだけではなくて、自分たちからこれからの生活に対する畳を提案していかなきゃいけないということはあるんですけども、やっぱり本質価値を伝え続けるっていうところが一番大事なところかなというふうに思ってます。いい材料はやっぱ扱いやすいし、例えば包丁で切るにしてもいいいぐさは包丁切りがいいんですね。水をスーッと吸い込んで、要するに粘りがあって、臭い粘りがあって耐久性で、親父もいいものを使わなきゃダメだよ、安くてもいいからって言われたって、それなりのもの入れないと悪いもの入れたってなっちゃうからな。やはり畳の顔ですから、まあ、自分の信用でもありますし、とにかく仕事があると、あの曜日も関係なく、仕事の数が多い時はもう夜遅くまでもずっと仕事が優先の生活だったので、まあ、子供ながらに大変だなと思いながら、そう感じているうちに結構手伝いもするようになって、一緒に仕事の手伝いをしているとやっぱり怒られることも多いので、思春期は結構あのもう畳屋が嫌だなと思うこともあるぐらいでしたね。畳をお客さんのうちに新しく張り替えたものを持っていったり、新しく作ったものを持っていくと、お部屋ももちろん明るくなるんですけど、お客さんの顔もすごく笑顔になって、明るくなって畳屋をやろうと思ったきっかけですよね。私は物を作るというよりは和とか関係性を作るところから始まるのかなというふうに思いますね。あのティーコーターを並べるだけですぐにお昼寝スペースになったりとか、そういういろんな使い方が期待されているっていうのを感じますね、お客さんの声から。畳屋さんってかっこいいねとか、いい仕事だねって言われるような未来を作っていきたいと思うんですよね。自分たちはどういうふうに畳をお客さんに提案できるか、畳が好きな人がいい畳を使うという、その関係性でこう右肩上がりの業界とかではなくて、持続可能なあの職業にしていきたいというふうに考えています。